どうも、投資家の村松です。本日は日本完全崩壊までのカウントダウンということで、毎日毎日円安についての悪い噂、ニュースが流れていますが、そちらの本当のヤバさ、日本が本当に今現在ヤバいんだよっていうことを、まだ実感が足りていない人も多いと思いますので、今回の動画では、まあ、円安、円高になる仕組みはもちろんですけれど、円安、円高によって我々の生活がどう変わってしまうのか、それから円安円高の今投資をするならどこに投資をすればいいのかということを今回の動画では解説をしていきたいと思います。それでは本編に入る前に一つお知らせです。投資家村松の個人ラインアットができました。概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひとも登録の方よろしくお願いします。また今回の動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。まずはサムネイルにも載せたんですけれど、こちらのアンケートの方を見てください。まあ、とあるサイトで円安の影響を実感していますかというようなアンケートを取ったそうです。で、まあ、投票数が 46,911 票となっていますが、まあ、現在もねこの投票数の方は増えていて、まあ、およそ5万票ぐらいの方が、こちらに投票しているというような形でございます。そして、まあ、浮き沈みの方はあるんですけれど、大体8割もしくは9割弱ぐらいの人たちがこの円安の影響に関して悪い影響を感じていると回答をしているんですね。そこで今回の動画では、投資をするなら円安もしくは円高どっちがいいのか、円安で投資するメリットデメリット、円高で投資するメリットデメリットについて解説をしていきたいと思います。まあ、前回の動画でもお話ししたように、まあ、現在円安それから物価高によって日本というのはかなり緊迫した状況になっております。ただその中での対処法としては、私自身やはり投資しかないと思うんですね。そこで今回の動画ではその投資に焦点を当てて徹底解説をしていきたいと思います。では早速いきます。投資するなら円安円高どっちがいいのか、まずは円安で投資をするメリットについて解説をしていきます。円安で投資するメリットとしては、外貨建て商品の値上がりが期待できる点を指します。円の価値が下がっているということは他の通貨の価値が上がるということなので、外貨で運用している資産の価値が高まります。円安の場合であれば日本の輸出企業というものが恩恵を受けます。外貨差益によって売上が日本円ベースで増加するため、輸出産業が好調になると言われています。そのため輸出関連銘柄に投資を行う場合も円安に進んだ方が有利ということになります。では続きまして、円安で投資するデメリットについて解説をしていきます。円安が進むと輸出にはメリットがありますが、輸入にはデメリットとなります。というのも、海外から材料などを購入している場合、原材料費や生産コストというものが上昇するため、減益が見込まれる企業も多いからです。エネルギー関連企業であったり、輸入関連企業に投資を行う場合は、今後円安が見込まれるという状況ではデメリットとなります。そのため、円安が進みすぎている状況では、今後円高に推移するリスクも高まります。さらに円安が進むと思って外貨資産に投資をしたら、円高になってしまったということにもなりかねないため、注意が必要ということになります。では続きまして、円高で投資するメリットについて解説をしていきます。現在日本は円安ですけれど、この先ね、円高に転じる可能性というものもありますので、円高で投資するメリット、デメリットについても見ていきましょう。円高が進むということは、日本円の価値が上がり、相対的に外貨の価値が下がるということを指します。エネルギーや原材料などを海外から輸入している企業にとっては同じ金額であっても日本円に換算した時に支払う金額は少なくなるため、コストというものを抑えやすくなります。また円高はこのように輸入企業の利益につながりやすいため、輸入関連銘柄やエネルギー関連銘柄の株価は上がりやすくなるでしょう。では続きまして、円高で投資するデメリットについて見ていきましょう。円高というものが進むと外貨建て資産の価値は減少します。まあ、円安の時の逆の現象が発生することをイメージすると理解しやすいと思います。まあ、そこで例として、まあ、米国債ね、投資している方も中にはいるかなというふうに思いますので、例えば利率 2% の米国債、3年満期で1万ドル分購入するケースを想定してみましょう。まあ、債券を、ね、1ドル120円の時に1万ドル分ですので120万円分購入したとします。そして3年後1ドルあたり100円までなってしまいました。そこで受け取れる金額としては 1600×100 で106万円になってですね、
つまり 2% の利息がついたのにもかかわらず、大幅に円高が進んだことによって14万円の損失が生じてしまう。この為替による損失を為替差損と言うんですけれど、円高が進むと外貨建て資産の価値が下がることによって為替差損が生じる点がデメリットとなります。つまり現在円安ですけれど、まあ、円高で投資するデメリットについて紹介をしましたので、まあ、頭のいい方であれば円安で投資するメリットにも置き換えられることができますよね。そこで現在は、米国債というものを購入するかどうかっていうところで、どんどん海外に資金が流れていってるっていうような状況で、今現在の円安がさらに進んでいるというようなことになります。まあ、日本円をドルに変えているので、その分だけね、円が売られてドルが買われていますので、さらにそういったところも円安が進んでいる原因ということです。ではここまで円安で投資するメリット、デメリット、円高で投資するメリット、デメリットについて解説をしていきましたが、円安が進む今は投資を始めるべきかどうか、結論、少額からでも始めておくのがおすすめです。まあ、円安によってエネルギーや食品など普段の生活に直接関わるものの価格というものが上昇していますよね。これらの物価上昇に対応するためには投資を検討するといいでしょう。まあ、投資初心者であれば積み立てNISAとか聞いたことある人も多いと思いますので、まあそういったところ活用しても大した利益にはならないとは思うんですけれど、まあ少額からでも投資をするというような感覚を身につけるというのが重要となります。また現在は円安が一気に進んでしまったため、今後どうなるか不安に感じる人も多いと思うんですけれど、長い目で見たときに日米の金利差というものはなかなか埋まらないです。ですので、まあ極端な円安になるとは考えにくいでしょう。長期的に見た時のリターンが重要ということです。ではまあ少し話をしてしまったんですけれど、今後の日本経済、ね、気になる方多いと思うんですが、どのようになるのか、まあ、先ほども言いましたが、長い目で見たとしたら日米の金利差というものはなかなか埋まりません。ですので、まあ、現在がかなり極端な円安状態ではなってるんですけれど、まあ1ドルあたり130円とかぐらいまではね、戻してくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そういった点も踏まえ、海外の資産にもバランスよく投資をするということがね、今回の事件というか、まあ、今回の事故ったような感じではあるんですけれど、まあ、今回の円安というような影響を受けて多くの人が投資に関連とか関心を向けたと思うんです。そういった時に日本円だけ思っているのではなく、海外の資産というものにもバランスよくお金を預けておくということが重要だなというふうに考える方も多いと思います。そのため、まあ、特定の国の動きによって資産の額が大きく変動するというリスクも、ね、減らせるわけなので、海外の資産にバランスよく投資を検討してみてください。では続きまして、投資初心者ができる円安対策について見ていきましょう。円安がさらに進んでいくと、どんどん自分の持っている資産というものが目減りしていってしまうことにもつながります。ですので、日本円だけを現金で持つ以外にも、株であったり投資信託、外貨などを保有するのが効果的です。まあ、投資の本当に初心者であれば、先ほども軽く紹介しましたが、積み立てNISAとかイデコなどの少額投資が始めやすいので、やってみてもいいのかなというふうに思います。では最後に今回の動画のまとめをして終わりましょう。円安で投資を始めるべきか。円安、円高は日本円が他の通貨に対して価値が安くなっているか高くなっているかを表すものでした。また、為替は経済状況や金融政策、金利や株価など様々な要因で変動をします。2022年はアメリカの利上げ動向や経済状況によって春先から急激な円安というものが進みました。円安が進む今だからこそ、海外資産を対象とした投資を検討するべき。またこちらの投資なんですけれど、そんな短期間で利益が出るようなものに預けるのではなく、長期的なリターンというもの、本当の投資家目線でお金を預ける、お金を増やすという勉強をしてみてもいいんではないかなというふうに思います。それでは以上で本日の動画の方終わりたいと思いますが、今回の動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また私、投資家村松の個人 LINE アット概要欄にリンクを載せておりますので、ぜひとも追加の方よろしくお願いします。それでは以上で本日の動画の方終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。